鮮旭川の市街地の、外側を、走ってる道です。道道という雰囲気ですね。国道ではないんですけど、そしてこの左にラーメン村があります。観光客にはそれなりの人気なのかなと思うけど、地元の人はどう思ってるかわからないです。自分は一回ぐらいは行ったことあるのかなと思うけど、そうしてあと数分したら国道39に出ます。その39が北見網走紋別遠軽、そっちです。そしてさらにまっすぐ行くと、今度39の次の40、これは稚内、ナイロなんかもそっちですね。まだですね、この後ですね、その信号ではなく次あたりかな、その、国道39号線ずっともっと向こうで高速に上がることできるんですけど、なんていうんですか、遠軽の方に向かって高速は伸びてます。それは無料ですね。名寄の方っていうかあっちは有料ですね。この道はぐるっと空港の方まで行って一周して、またこの道ここに戻ってくることのできる道になります。まだ十勝連峰も大雪連峰でいいのかな、大雪の山々もまだ真っ白。自分は今ピップに向かうので、ここで39号線に入ります。明日、車ちょっと警告ランプがつく時があるので、なぜだっていうことで確認しようと思ってます。はい。